ご乗車ありがとうございます。快速マリンライナー39号高松行きです。次は境に停まります。境で15時21分終点高松15時37分の到着です。小島から乗務に変わりまして JR 四国をご案内いたします。運転士藤間、車内は戸梶川終点高松までご案内いたします。列車はご両サイドで運転しております。前から1号車、2号車の順に一番後ろの車、5号車となっています。指定席ご利用のお客様、1号車ご利用ください。自由席ご利用のお客様、2号車から5号車ご利用ください。お手洗い等の設備、1号車、4号車それぞれ後ろにございます。車内は全車禁煙です。お玉からご遠慮ください。携帯電話についてお願いいたします。携帯電話の通話、着信音は周りのお客様のご迷惑となる場合がございます。あらかじめマナーモードに設定していただき、車内及び1号車出入口付近での通話や着信音をご遠慮ください。また2号車から5号車にございます。優先助け付近での携帯電話の電源は混雑時にはお切りくださいますようご理解とご協力をお願いいたします。快速マリンライナー39号高松行きです。次は境で停まります。今日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。この列車はただいま瀬戸大橋を渡っております。窓の外、左右に広がる海は日本で初めて国立公園に指定された瀬戸内海国立公園です。西は福岡県北九州市、東は和歌山県和歌山市まで及ぶ広大な地域が瀬戸内海国立公園に指定されており、瀬戸大橋からは世界の宝石と称賛されるほどの美しい海と島々が織りなす景色をご覧いただけます。皆様しばらくの間瀬戸大橋からの景色をお楽しみください。
ご乗車ありがとうございました。まもなく境出に着きます。降り口は左側です。一番乗り場の到着です。気楽側にご注意ください。境出から乗り換え列車ご案内です。各駅に停まります。普通列車の高松行き。ホーム変わりまして、2番乗り場より15時25分の発車です。予算線快速。3方向南風リレー号関音寺行き。ホーム変わりまして、3番乗り場より15時30分の発車です。特急列車の高知行き、また普通列車の阿波池田行きご利用のお客様、快速3方向南風リレー号にご乗車ください。途中、多度津駅の乗り換えとなります。快速3方向南風リレー号関音寺行きは、境出駅3番乗り場より15時30分の発車です。この列車、境出を出ますと、次は終点の高松です。